おお、神よ、我ら次なる魔物のせいでございます。ちょっと待てって、そんな声にして無事すると思ってるの？町中のためのゴールが一斉に取られつつある。動ける中で魔物の脅威を取り除いておかなくては。見てらんないな。ほら俺も行くから。いいのか、最終キルの魔物見つかったら君はそちらに行きたいんじゃ。行きたくてたまんないよ。だからってあんたのこと持っておけないでしょ。用心棒なんだから。アロンズありがとう。そして俺はぶち壊しまくるという。俺も神としての仕事をしなきゃな。壊すとこがねえじゃんってなってる。俺壊すとこないけど。これで最後かな。違和感感じちゃう、あっち聞いてると。うわマジか、お前いんのかよ。お前じゃダメだろ。ナイス回避すぎる今の動きだ。いや、アンデス無視しましょうよ。空中ゴッドアンファイヤーで。そ、避けるんじゃねえよ。やめろ。移動したあれ。マジか。やめろ。うぜえ。ゴッドマンアップル。ゴッドマンアップル。よし。魔法が打てる。くそ。邪魔だ。マジでしょ。いけ。よし。砦の数多いな、ここ。ああ、言っておくけど、この来たのは俺の意思じゃない。住民の代理で報告に来ただけ。ワノスの封印が終わったよ、なんとかね。この民はなんとか耐えているけど、あの様子じゃそろそろ限界みたいだ。俺の子がずーっと遠くでさ、妻と子供と暮らしていた。悲しい過去がありそう。そのちっちゃな幸せを壊したのがあの黄色の魔物ファーラオなんだ。奴は突然現れて故郷の人間を皆殺しにして、そして去っていった。俺はその復讐のためにそれからずっと奴を追いかけ続けているのさ。俺だけじゃ奴を見つけることを見つけたところで殺すこともできないのは分かってた。黄色の魔物の嘘を、なんとかして風潮して回ったのも、そうすれば欲をかいたやつが必死探してくれると思ったからな。その上そいつがちょっとダメージを与えてくれるかもしれない。結局そいつがどうなろうと串が告げられれば、まあそれでいい、そう思って。ああ、なのにこの連中できたら欲に振り回されないどころか俺の心配なんてするんだもんな。調子は狂うけど俺の目的は変わらない。そのためにできることをさせてもらう。結構さ、欲に俺の信仰を失ってなかった。あ、米の栽培になった。破壊しなきゃいけなくない。ああ、もう破壊しなきゃいけないよ。生き残りが身を寄せ合って、群れを成してるみたいです。はいはい、みんなぼやしてるところ悪いけど、ちょっと聞いてくれるかい？実は俺、昨晩神殿で神の声を聞いたんだよね。アロンゾです。ゴッドはミネル様の名を語って一体何を？神はさ、あんたらが遺跡からの誘惑に必死で耐えているのを知っていたよ。で、それを知った上で絶対に負けないでほしいと言っていた。あんたの強い祈りが神の力になる。負けず祈り続ければ神は必ず現れる。そしてあの遺跡の悪いものを全部やっつけてくれるんだってさ。もうちょっとだけ頑張ろうぜ。初めて笑顔になった気がしない、この子、こんな。このさ、
ちょっとさ、脇の下あたりの贅肉がだらしなさすぎてさ、だらしなくない？どっちも好きなんだよな。あなた、ありがとう。その言葉の胸に我らは異世界の思いを断ち切ってみせる。そうそう、その調子。いや、もちろんアロンゾのことだよ。ああ、我らは神の数と共にある。必ずやこの試合を乗り切ってみせる。大型イフリートのと撃退。2冊しかね。上がった。もうようやくこれで他のやつぐらい強くなるだろう。これをやると多分上書きできるだろう。大型イフリートなんてやれるのか。ゴータメさん、ピラミッドが巨大な炎の魔物が現れ、砦に向かって進行を始めました。まさか上空から魔物が現れるなんて、総力を上げて奴を撃破しましょう。おそらくこの辺に止まるだろう。この辺に止まるよな。ちょうどいい弓の位置だ。ナイスな位置である。大丈夫だよ。おい、弱そう、もう結構削れてる。え、待って、いっぱい出んのかよ。待って、こういう時になんかこう、待って。このあと、この火災起きてしまった。お前、ふざけんなよ。古き良きところ燃やすなよ。民家は壊さないで。田畑を壊されると、こちら補充ポイントがなくなる。お前ら雨効くだろ、絶対。炎だから。え、嘘、死んだ！弱すぎじゃん。え、普通に強くて。普通に強く来るとは。フィルト選手を支えよう。もうヒルイト結構アップアップだよ。もうアップアップしてるよ、ほら。もうこれでこいつらごとやっ。いいね。え、嘘、終わりこれ。弱っ！イフリート、弓の大量に弓発射するところに突っ込んできたからか。今、我らの心はかつてなく晴れやかです。あなたはお言葉くださったこと、お言葉くださったことを思うだけで、異世界への誘惑が驚くことを誤ったのです。我らあなたに祈りを捧げ続けます。神はどうかこのカサンドラの祝福の風を。まったく神の名を語るなんて、罰当たりに程がありますよ。ですが、今回ばかりは不問にしてもいいかもしれません。地味な字は目が覚めまして、ゴッドアミノル様の力が戻るのも時間の問題ですよ。弱かったな。一人倒せだったら楽だな。アロンソ、またお前はこちらへ向かっているようなのだ。ドイジムとして我らと共にさらってほしい。ハブ太郎いなかった今。あ、了解。それにしてもあんたはびっくりするから元に戻っちゃったね。あ、我らも驚いてるよ。それもこれも君は神の言葉を我らに伝えてくれておかげだ。申し過ぎじゃない。俺が適当な嘘を吐いただけかもしれないし、神は君を助けちゃくれないかもよ。神なんてさ、いくら信じても大事な時に何もしてくれないんだもん。何があったかは聞かない。それに神の言葉が本当かどうかもはどちらでもいいんだ。それとも神の言葉を信じることで我らの呪いは解けた。神を思い祈ることで我らはより勇敢に、より良い人間になる。それでいいんだ。うん、そういうものがね、もう完成されたかな。最初はロンズがクソそこできつかったけど、強くなったな。果実を10回。今さらかよ。砂漠で死を、ああ、なるほど。彼の魂を弔うため、カサンダの民は、早々の祭りを行おうと決めました。
まあ、ついには多くの食料が必要です。ただと今以上広げ収穫量を増やしておかねばなりません。え、そんな自分たちの娯楽的なことは勝手にやれよ。なんで神の力を頼るんだ。彼はアレムのなら、アレムか違う、なんとかアレムのなら、どうか次の季節をの法なんとかご自身お目にかかりくださいませ。それって結局自分たちが飲み食いしたいだけなのでは。そうだよな。着然としませんが、あの砂漠の男のためと思って協力してあげましょうか。いや、しない。しないぞ。でもなんかこいつらさ、果実を10回獲得だから、なんか勝手に育ったさ作物がさ、それを神のおかげだって勘違いして感謝してくれるだろ。うまいことやってる、うまいことやってる。もうこのスさんも十分活躍したらいいだろう。フィロトスさんマジで強いっすよ。ここには絶対入れないまんな。絶対入れないまんとしてはそういう君にしててもらう。ナイス。最後の強敵フィロトスがそこにいる限り上からの進行は全て防げる。どうせならドバーって来てほしいから、もう置いとく、置いとくぜ。あー、なんでそっからやまずい。やばいやばい。待って、ここが壊れたら、ここが壊れたら。よし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 、そしたら。オッケー。え、もう余裕だろ、これだったら。は？ヒロトスどこ？あ、ヒロトスが大丈夫なんですね。OMP 全額した、マジか。もう来てない、もう来てないよな。ヒロトス、お前ちょっとずれてるって。サンダーエンド、あ、風こっち寄せる。いや、俺ノーダメージいくやつ、ノーダメージいくやつよ。オッケー。うー、楽勝。ノーダメージやったら実績とかくれないのこれ。アロンズ、ありがとう。おかげで今日も魔物を退けることができたよ。あんただって本当単純な人で、フィルトスがマジで強かったな。アロンゾなんかもう他の地方で呼ばなそう。俺はただ仕事をしてるだけ、いちいち感謝っていらないよ。敵は全部自分のためなんだから。アロンゾこそお人よしだ。は、俺が雇われただけの用心棒だと言いながら私たちを見捨てようとしない。すぐに私たちを拳、神への信仰心を取り戻させてくれたのだから。困るんだよな、そういちいち美化されちゃう。まるで本当にいいやつになっちゃって気になっちまう。なんだ？嘘だろ？お前英雄だったのかよ、意外。あの女の子だったらよかったのに。フィレトスのじゃなくて、いきなりあの女の子が光れば、そういう意外性が欲しかったな。戦士の宝玉です。アロンゾまた星玉の英雄だったんですよ。俺が英雄だって笑えない人なんだよ。全く ね、もう記憶薄いけどさ、アクトレイザーって前この英雄ってなかった気がしない。ないよね。神と天使とモブしか存在しなかったよな。いないよね。でもこの英雄なんか熱くてよくない？こうなった以上、お前の数々の憎まれ口も本心じゃなかったということでしょう。な、もやお前は神に雇われたも同然、観念せんですね、アロンゾ。
別ゲーだよな、もはやこれ。結構別ゲーになりつつあるよね。別の両ゲー。神しかもうすぐ復活を遂げるでしょう。なんとかな、お前の演説のおかげですよ、アロンズ。褒めてあげましょう。それはどうも。本気なら、それはもうすごいんですから。それでお前のそういう、その神に対する態度はまだ改める気はないんですか。言っておくけど、俺はもともと神を信じてはなかったわけじゃない。信じるのはやめたんだよ。妻と子を失ったあの日からね。今、口を遂げるのにどうも神の力が必要そうだから、しぶしぶ指示をしようと思っているところ。それに、その方がいい人間になれるって噂だし。時代の女子さ、なんかモブとは思えないんだけど、普通に英雄、次のところで英雄として採用してほしい。カサンドラで生まれたこの素晴らしい癒しの音楽をぜひ神に献上させてくれ。もうカサンドラから離れたらさ、悲しくなる。この子がいなくなるとなると悲しくなる。もっとこう敷居が上がっていくぞ、どんどん。ハードル上がりまくりだよ。次、おじいちゃんおばあちゃんだったらマジで許せない。早く街を立ち去りたくなって、多分おざなりになるだろうな、次のところ。これを聞いてわかります。逃げたしのあのところを、なんとかむ心が本当だ、本物だってことが。あなた、こんな美しい旋律を聞いて、どうして浮かない顔をしているんですか。ああ、いや、これを聞いてると、どうも昔のことを思い出しちゃって、ちょっと一人で風当たってくるよ。もしあなたたち泣いてました。アロンゾも大切な誰かのことを思い出したりしたんでしょうか。心を和ませることができる素晴らしい音楽。500人以上にする。700人でーす。もしこの地に平和が訪れたら君はどうするつもりだ。平和になったら考えたこともなかったな。もしその後は用心棒も廃業、おまんまの食い上げだね。我々は君にこれからもずっとこの地に留まってもらいたいと思っている。用心棒としてではなく我々の家族の一員としてだ。マジで？おーい、いいなー、いいな、アロンゾのお母ちゃん、いいな。養子になるんでしょ、もちろん。何する、恥ずかしいな。まだ何も終わっちゃいないのに、絵に描いた餅の話をしても仕方ないでしょう。まあ一応考えておくけどさ。見てくださいよ、ゴッドマン・ミドル様。アロンズのやつさ、素直じゃないですね。星屑の魔法。何それ、強そう。聞け、アロンズよ。今、この時、お前たち人間の揺るぎない祈りが神の失われた力を呼び覚ました。悪しきサタンの仕業で黄色の魔物ファラオは神によって打ち滅ぼされるであろう。この凛々しいフェイズの天使好き。やっと神様お出ましってわけで待ちわびたよ。ちっぽけな人間の俺だけじゃできなかったこと、あんたにならできるって信じるよ。神お願いだ、あの魔物を滅ぼしてくれ。繋がらなさそう、これ。ここの道のつ、これもなんかはっきり繋がってほしい、なんかこれ。美しい、やっぱり緑がいいね。お前、コウモリごときに。まずリメイク曲を聴く。うわあ、こいつむ、このヘリムがめんどくせえ。ちょっとゴッドマン星屑落とし、ゴッドマンスターライトをお見舞いするぞ。ゴッ、おい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 、微妙
ゴッドマンメテオがこれなんだけどな。ちょっと被るな。紛らわしいな。ゴッドマンスターストームにするか。ゴッドマンスターストーム。なあ、微妙すぎるよ、ゴッドマンスターストームは。結局、ゴッドマンファイヤーが一番強いんだけど。やべ、これはゴッドマンスターストームだろ。うわあ、もう無敵時間で回避する。ゴッドマンスターストームのクソゲロなの、なんだお前は。ゴッドマンステップさえすればあいつ後ろから殴れるぜ。このゲーム一回攻撃したら敵がひるみっぱなしの強いよな。なんかアーマーがない敵に。これハマりだもんな。死ぬよ。ああ、うるせえなこいつ。さっき運悪く当たっちゃったけどね。早くしろ早くしろ早くしろ。これボーナスステージだろ。やばそう。嘘、ロックマンみたいになった。ロックマンみたいになったよ。ゴッドマンスターライト、スターストーム。あ、ゴッドマンスターストームで一発解決。え、嘘だろ。ゴッドマンスターストーム、ゴッドマンスターストームなんだよね、やっぱ。うん、しつこっ。やっぱゴッドマンストーム、うん、ふざけんなよ、こいつ。一生湧いてくんじゃねえかよ。やべ、やってるやってる。クソゴッドマンスターストームだなぁ。え、道間違えたくせ。え、相手ね、嘘、まだいるのか。どこに。やべ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 。なぁ。おい、いつまで戦わせるんだ、何もないのに。おい、ふざけんなよ。おー、切れそう。ハズレエリアじゃん、あれ。よし、ゴッドはマキシマムパワーになったな。戻れるのか、これ。は？嘘だろ、ジョータロ。いや、リフトは上から来るんだ、これ待つんだ、多分。俺はな！大丈夫だよ。あ、なんかある。え、何あれ、嘘だろ。どうしようどうしよう。届かないよねこれね。やべ、しまった。あっちルートから行くべきだったのか。なんだお前。アーマーだ、クソ。ゴッドマンスターストーム。入り口、開く入り口で当たるとキャラクターが停止するの。ロックマンっぽい。てててててってなるやつ。え、嘘。ゴこれスターストームめちゃくちゃ当たりそうなデカさだぞ。いいっすか、こんなのスターストームで餌食にしてやるよ。ちっちゃくなっちゃった。スターストーム、ゴッドマンスターストーム、効いてる効いてる。ゴッドマンスター、うー、い
やめてくれ、離れてくれ。俺、ま、いいぞ、落とすたすと終わる終わる終わる、勝てる勝てる勝てる、ファラオに勝てるぞ。やめろ、俺にくっつくな。やめて、もうこれスターストーム終わりにぶって、こんだけ、あ、そっか復活するんだ俺。うおー、ゴッドマンリザレクション、ゴッドマンスターストーム、嘘だろ、エンディア全開してるのと、ゴッドマンスターストーム最強伝説だわ。はいはい、第二形態、どうせ第二形態なんだろう、分かってるよ、これで終わるわけがないよな。でも大丈夫、俺にはまだゴッドマンスターストーム、え、終わった、嘘だろ、次の呪いは書き消えた。お言葉通り我らの神が現れたんだ。マジかよ、ゴッドマンストーストスターストーム普通に強いじゃん。あ、やったんだな神様。なんだか変な気分だよ。薬解いた後俺には何も残らないってつもりでいたのにさ。俺の薬はタイムはゴールで終わりで、これからはこの場所での生活が始まるんだ。あ、そうだ、俺はこれから神様にも雇われることになるんだっけな。ゴッドマンミノル、金色の呪いを打ち破った神様に戦士の宝玉を授けよう。今度は神様の用心棒ってわけで滑ってくれていいぜ。あんまり呼ばなそう。一人目と二人目の英雄が強かったからな。一人目と二人目のやつ強かったけど、お神よ、カナダの地を脅かす脅威は消え去りました。どうか他の地にもカナダのような安らぎをお与えください。この人間たちはもう神の手助け必要ないみたいでさ、ゴッドマンミノルさんは新たな場所へ向かいましょう。終わっちまったか。道繋がんないのこれ。もうこれ何、うわー、笑顔の村人がもう見れないのか俺は。